皆さんこんにちは、シューポンキノコです。動画久しぶりですね。おお、来た。新シーズン。イースターシーズンですね。てかめちゃ可愛いんだが。卵おこじょ、やばい、可愛い。鶏親子。おお、僕は、これがいい。めちゃ守ってる。卵リス、これまた可愛い。もう全部可愛いじゃん。復刻は夏シーズンですね。僕はたこ焼き大賞大好きです。シーズン結果は1098位、前回よりは頑張ったかな。浪人スキン、ありがとうございます。次のランク報酬は、これもめちゃ可愛い。これは絶対に取りたいな。ガチャ画面を見てみましょう。あはは、しましまの被っているのいますね。過去にこんな親戚がいたようですが、青鬼図鑑を見てみましょう。ウサギきたー。やばい、これ絶対可愛いやつ。めちゃめちゃ会いたい。それじゃ、100人サバイバルやっていきましょう。この日2試合目なんだけど、新マップが来ました。ピンクー。すごい、めちゃめちゃピンクじゃん。春っぽさを演出か？行くでー。まずは目の前の宝箱。上に階段が見えたけど、2階層のマップかな？気になるので行ってみよう。こっちは黄色。似たような作りかな？広々としてて、設置物も少ないですね。縦長の楕円形で、卵の形っぽいですね。過去にガチャピン&ムックコラボがあったけど、色の異なる2階層で、広々したマップの雰囲気が、似ている感じです。こっちはピンクの卵なのかな？宝箱がちょこちょこあって、これは嬉しい。これ耳ですね。この茶色のが目で、こっちはウサギのようです。階段のところが口かな？なんか卵鬼の卵が欠けた感じ、後ろ姿もいいよね。斜めに割れた感じがリアル。あと僕、ちょっとうっかりしてたんだけど、4.5 周年イベント、2のチャレンジが始まりましたね。もうすでに進んじゃってますが、内容はこんな感じです。青に X からは、ひとせ、ポンちゃんに代わって、X ひとに、ミカ&コウくん、タクロウ&ポンちゃんが登場です。これはぜひとも揃えたいですね。そして、1のチャレンジで 4.5 周年広しの、スキンチェンジが間に合わなかった方は、今回2のチャレンジでもゲットして、スキンチェンジができるので、狙っている方はぜひやってみてくださいね。実を言うと僕は、1のチャレンジが終わったのが、最終日の1日前でした。いつものように、動画視聴とフレマが残り、終わらないって、焦りました。前シーズンはブルーオーラを、狙っていたんです。シーズン始まった頃は、いいペースで進んでいたんだけど、後半からやたら忙しくなったりで、時間が取れず残念に終わりました。いつかまた、狙えそうな時に頑張りたいと、思います。オーラをゲットされた方は、おめでとうございます。だいぶ残りの成分が減ってきましたね。最終はこっちのエリアですね。ラオン出たー。ウサギ来るか？探しに行こう。残念、不問ですね。最終はまさかの階段の、あたりかな？嫌な位置だよね。ちょっと確認。感染のにはやばい。思わず階段上がっちゃったよ。とりあえずガスマスク補充したい。この階段鬼が行ったり来たりする薬膳。すれ違うタイミングで戻りたいが。今だー。セーフ。でもこの場所、絶望しかない。いやこのカワウソ死なないじゃん。残念。その後ですね、このウサギにどうしても会いたくて頑張っていたら、今日になってようやく会うことが、できました。それがこちらの試合、またしても新マップです。あと2秒で2体目出現。レオに来たー。どこ？どこだ？ウサギ来たー。やばい、可愛すぎる。あ。見てたらやられちゃったよ。感染しよう。めちゃめちゃ可愛いな。マップはやっぱり、卵とウサギですね。青鬼図鑑を見てみましょう。おお、ウサギって、まんまといえばまんまか。今度会った時は、
もう少しゆっくり見てみたいな。ということで、新シーズン、イースター、をやってみました。僕はかなり好きなシーズンかもしれない。マッチングした時は、よろしくお願いします。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。